アルミニウス主義は、オランダ改革派出身のヤーコブス・アルミニウスが、カルバン主義の予定説に疑問を持ったことから生まれた、修正主義カルビニスト、カルビン主義傍流である。論争途中で亡くなったアルミニウスの死後、1610年に、彼の支持者たちが、ウーテンボハールと中心に、自分たちの信情を定めた、憲白書を提出、アルミニウス主義の認可を政府に求めたことから、 レモンストランスと呼ばれた。この問題を解決するために1618年にドルトレヒト会議が持たれたが、この会議ではアルミニウス主義は公式に認められなかった。現在ではメソジスト、ホーリネスなどがこの立場を取っている。アダムの罪を受け継いでいる人間は神の怒りのもとにあるが、神は人間に自分の意志で神に協力する力を与えているので、人間は 自分の力でイエスに救いを求め、改心のために備えることができる。アルミニウスが主張したのは、部分的堕落、部分的無能力ではない。そのように主張することは、アルミニウス主義をペラギウス主義と同類のものとして、批判の的にさらす理由となる。カルビン主義同様、アルミニウスも、全的堕落、全的無能力の教理を受け入れた。ただし、 この世に生を受けた人で全敵堕落の状態のままで放置されている者は一人もいないキリストの十字架によるあがないの恵みによって少なくとも神の呼びかけ救いへの招きに応答する能力が回復されたと考えたのである。これに対しカルバン主義は全敵堕落をこのような能力すらない堕落した状態であると考える。このような能力の一部回復。 救いに先立つ恵みを先行的恩寵と呼ぶが、この概念はジョン・ウェスレーにおいて顕著であって、それゆえアルミニウス主義はしばしばウェスレー・アルミニウス主義と称される。神はあらかじめ誰がキリストを信じるか見ており、その用地に基づいて信じる者を天国へ選ぶことを決める。救いは信仰に条件付けられているので、万人救済主義ではなく、救いの備えが、 万人のものであるとする。キリストの食材は、彼を意識的に拒むものをも含むすべての人のためである。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは、御子を信じる者が数ととして滅びることなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。 ヨハネ3時16分17の主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたが他に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んで、おられるのです。ニペトロさん、旧人間は救おうとする神の恵みに抵抗し、拒むことができる。創世期三章において、 神は善悪の知識の実を食べてはならないと命じておきながら見張っていって食べることを強制的に止めるようなことはしなかった。自分の形に創造した人間の自由意志を尊重した。ヨナ書を読むとこのままだと四十日後にあなた方は滅ぶというヨナの指針についてニネベの人々は無視することができたが実際には 信じて悔い改めたので、40日後の滅びを神は思い直した。救われた者が堕落し、滅びることがある。彼らの最後の状態がどうなるかは言えない。ただし、神の愛のうちに自分自身を保つ恵みは備えられているので、廃墟の必然性はない。可能性のみを認める。正しい人が、その正しい行いをやめて、不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。 彼は死ななければならない。エズケール3時20分正しい人が、その正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。エズケール18時24分アルミニウス主義に対してドルと信仰基準について、 簡単に言うと、全的だら無条件的選び制限的、食材不可抵抗的恩恵生徒の兼人であり、この5つの特質をもって、カルバン主義の政党とし、この頭文字を取って、しばしば、チューリップの進学と呼ぶ進学者もいる。アルミニウス主義は、この逆であったわけだが、アルミニウスは、信じていなくても、結果的に救われると考えたのではなく、あなた方は、言って、 あらゆる国々の人々を弟子としなさい。そして、父と子と精霊の御名によって、バプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らに教えなさい。またイ28時20分とある聖書の言葉が、カルバン派が、恵みと神の予定、制定を強調するあまり、あらかじめ決まっているのだから伝道しなくてもよいような。 虚しいような考え方に陥ってしまうこと、人間の自由意志を軽視していることを言いたかったのである。つまり、アルミニウスは、神の主権と恵みが、人間の自由意志と、どのように噛み合っているのか、と考えたのであって、ペラギウスのように、意志を働かせて努力すれば、神の元へ登っていくことができると考えたわけではなく、また、神の恵みの質量を保持するために、 人的働きの意義を極限にまで減少させなければならないと考えたわけでもない。さらに、創造者である神の主権が人間との関係において絶対的、不可抵抗的な形で行使されなければ、主権の意義がないがしろにされるとは考えなかった。アルミニウスにとって、救いも信仰も人間の功績とは無関係に、 キリストの恵みのゆえに与えられる神の賜物である。しかし、その信仰は、人が自分で受けて働かせなければ意味がない。先行していく恵みに対してついていくのか、それとも拒むのか、また神の一方的な愛に対して、どのような態度をとり、どのように反応するのかは、人間の責任領域にあるという。愛や礼拝の世界では、自発的に参加することは、 強制的に中に引き込まれるより、はるかに素晴らしいという道徳的原則を、神の主権は否定しない。自由な立法に裁かれるものらしく、語り、またそのように行いなさい。喜ばしい確信にあふれるイコール、哀れみは、裁きに向かって勝ち誇るのです。誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。 ヤコブ2時12分14兄弟また、姉妹の誰かが着るものがなく、また、毎日の食べ物にも事書いているような時に、その人たちに必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。ヤコブ2時15分から16一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は、喜んで与える人を愛してくださいます。ニコリンと九 ななしかし、アルミニウスの後継者の中から、救いにおける人間の役割を強調するあまり、ペラギウス主義や反ペラギウス主義に陥ってしまうものが現れたという事実と、聖書をよく読むとわかるように、実は、両派は聖書の伝えたいことを別の面から言い換えていることから、カルバン主義者も論争から離れてしまえば、アルミニウス主義者と同じように行動し、生活していることも事実である。 また、カルバン派とアルミニウス派には、19世紀以降、自由主義進学などを多くの共通の敵に立ち向かわなければならなくなったため、現在ではお互いに相手を異端とはみなしていない。1784年にメソジスト派は英国国教会から独立したが、その際に、同派はアルミニウス主義を英国国教会から受け継いだ。 メソジスト派が母体となって、アメリカで、ホーリネス、ナザレン、アライアンス、フリーメソジストなどの教会が生まれ、ホーリネス教会からペンテコステ派の流れが生み出されたが、すべてアルミニウス主義を受け継いでいくこととなった。福音主義キリスト教徒福音派、P95 から96。ありがとうございます。